1947年の春、6人のスカンジナビア人の探検家は太平洋を横断中にある奇妙な現象に気づきました。どういうわけか、波浪の影響を受けない深さに生息する小さなイカが彼らのボートの屋根に次々と出現したのです。船員は困惑していましたが、ついにはイカが海面より上を50メートルほども飛行している姿を目にしました。陸にいる人々は探検家の言うことを全く信じませんでした。翼と骨を持たない海の生物が飛行することは不可能であり、サッカー場半分の距離を飛ぶなんて問題外です。しかしその後の数十年間に目撃情報が報告されるようになりました。船乗りはモーターボートと並走して飛ぶイカについて述べました。研究者は捕獲されたイカが一夜のうちに水槽から逃げたと報告しました。カメラが普及したことにより、船乗りたちはついに空高く飛ぶイカの証拠をつかみ始めました。しかし、どのように、そしてなぜイカは空を飛ぶのでしょうか。わずか数種類のイカについて飛行する姿が撮影されましたが、大半のイカが海を横断する方法は似ています。イカの体の外側部分は外頭膜と呼ばれる大きな筋肉のチューブでできています。頭にある小さな開口部から外頭膜に水が入り、筋肉が開口部を引き締めます。そして胴体の反対側から力強く水を噴出します。実際のところ、外頭膜は小型のジェットパックとなり、時速 10km で進むことができるのです。この過程で呼吸もしています。イカのエラは外頭膜の中にあり、水がエラを通過する際に水中の酸素を取り込みます。空気を十分に取り込んだエラと水で満ちた外頭膜を利用して捕食者より早く移動したり獲物を追ったりできます。いくつかの種は水面を突き破り、驚くべき飛行に挑みます。水の抵抗がないため、イカの加速度はたった1秒の間に時速 0km から 100km まで加速する車と同じです。時速 40km のスピードでイカは素早く空力的揚力を生み出します。しかし空中を飛び続けるためには翼のようなものを必要とします。幸運なことに空飛ぶイカにはプランがあります。イカの触手は筋肉の水分調整器です。筋肉の緊張によって組織を引き締めることができるのです。触手を堅固な体型にして広げ、柔軟な翼のような構造へと変形させ、飛行を安定させます。胴体の反対側にある2つのヒレは通常穏やかな泳ぎに使われますが、第二の翼として新たな役割を担っています。ヒレを折りたたむことでイカは流れるような軌道を描き、海の中に戻ります。イカの典型的な飛行軌道がどのようなものかはっきり確かめられるほどの記録はありません。イカの飛行スピードをもとにすると、計算上では体長10センチメートルのイカは水面から6メートルの高さまで飛ぶことができます。しかし科学者たちが観察した限りでは、飛行イカは低い位置で滑空し、水面の近くにとどまる傾向にあります。このような軌道によって、典型的な数秒間の飛行において水平移動距離を最大にすることができるのです。そしてより多くの餌を得るためや、捕食者である鳥から急いで逃げるために海に戻る時にも役立ちます。そもそもどうしてイカが飛ぶのでしょうか。有力な説では逃げるための飛行であると言われています。一般的に飛行するイカは近くの捕食者や船から逃げているように見えるためです。イカの飛行は省エネな移動方法であるかもしれないと考える研究者もいます。なぜなら水中よりも空中の方が少ないエネルギーで素早く動けるためです。しかし飛行方法を学ぶことは若いイカが生き残るのに重要である可能性もあります。若くて小さいイカの方が家族の他のイカより早く遠くに飛ぶポテンシャルを持ちます。大人のイカは若いイカを共食いする傾向にあるため、海面上を飛行することは若いイカが一日でも長生きするのに役立ちます。これらの動画で学び続けてください。購読もお忘れなく。新しい学びのチャンスを逃さないように。